倉敷民芸館は岡山県倉敷市にある日常生活に関連する世界中の民芸品を保存、展示する岡山県の登録博物館。運営は公益財団法人倉敷民芸館。重要伝統的建造物群保存地区、倉敷下藩に立地する。1948年に岡山県民芸協会の会員の有志らによって江戸時代後期の米倉を 再生活用し、各地の民芸品が寄贈されて開館した。日本では、東京都目黒区駒場の日本民芸館に次いで2番目の民芸館となった。建物は、白壁と黒の天河原が美しく、それ自体が一つの民芸品として評価されており、暮らしき館地区の風光明媚な景観を形成している。館内には、初代館長の殿村吉之助が収集に尽力した。 日本をはじめとした世界の民芸品が約1万5千点収蔵されており、そのうち約800点ほどが展示されている。カゴ類や朝鮮民画の所蔵においては世界屈指の内容を誇る。また、随時様々なテーマの企画展が催されているほか、地元の民芸作家の作品の展示即売会も年3回程度行われている。陶磁器、染色、木工、漆器、 竹細工、ガラス器、和紙、金工、石膏など1万5千点以上所蔵。利用時は公式ホームページを参照されたい。注釈参照。ありがとうございます。